正直社会系なんかハンバーグの匂いがするけど、うん、温めた。Interpretation in English, please tune into channel 1. ただいまより菅内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに菅総理から発言がございます。それでは総理、よろしくお願いいたします。先ほど新型コロナ対策本部を開催し、緊急事態宣言の対象地域に愛知県、福岡県を追加するとともに、5月31日まで延長することを決定をいたします。今月いっぱいだってさ。また、まん延防止等重点措置について、北海道、岐阜県、三重県を追加し、5月31日まで延長すること。また、宮城県については、5月11日に終了することを決定をいたしました。今回ゴールデンウィークという大型連休に合わせ、国民の皆様に短期集中の措置をお願いをしました。家族での旅行や帰省、友人同士の買い物や行楽などの外出が一斉に増える大型連休という特別の時期には臨時を抑える強い措置が必要と考え、幅広い要請を行いました。皆様のご協力によって、東京や大阪の人流は4月初めと比較をし、夜間は6、7割、昼間は4、5割程度減少をしております。しかしながら、新規感染者数は東京、大阪ともにステージ4を大きく超える水準にあり、それぞれの県域の中心である愛知や福岡においてもステージ4を超えております。大阪では病床の逼迫状況を改善するために一定の期間を要すると考えられます。感染力が強いとされる変異株の拡大を続けています。このため今般緊急事態宣言を延長し、ウイルスに対する強い警戒を維持し、改めて対策が必要である、そのように判断をいたしました。これまで外出を控えるなどご協力をいただいた国民の皆様、休業要請などに応じていただいた事業者の皆さん、医療介護の現場で懸命のご尽力をいただいております関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。また今回の延長により引き続きご負担をおかけします皆様に深くお詫びを申し上げます。お詫びの必要。この1年、新型コロナの感染が拡大する中で実に多くの業種の方々に影響が生じております。飲食業をはじめ観光業、商業施設、イベントや演劇、スポーツなどの業種において特に大きな影響となっております。当社の中でもこれらの業種の方々がご努力と工夫を重ね、効果的な感染対策を進めてきていただいたことに重ねて問題を申し上げます。大型連休という一つの山を越えた今後は、通常の時期に合わせた高い効果の見込まれる措置を徹底して対策を講じてまいります。飲食や呼んでるんだって、酒を伴う機会の感染リスクを減らすことは別に呼んだ覚えない。かねてより専門家からそもそも極めて効果が高いと指摘をされております。なんていうの、飲食店におけるお酒や標準で聖地が多いなったの、停止をなんとかクルーズを続けるとともに、あ、そう、ね、新たにお酒の持ち込みを再現することを対策に加えさせていただきます。そんなの何だか知らないから、飲食店以外でもお酒が感染につながることのないよう十分な注意をお願いをいたします。今後も夜の人流を抑えることが重要です。
呼んだことになるのに。メキシコ県は20時まで。スポーツや音楽などのイベントは21時まで。それぞれの時間短縮を懸念がいいと思います。職場での感染も増えています。これまで以上にテレワークを徹底をし、出勤者の7割を目指してまいります。まん延防止等重点措置の地域では、飲食店の時間短縮や見回り、高齢者施設の検査などの集中的な対策により、感染を抑え込んでまいります。全国で重症者、死亡者数も急速な増加が続いており、東京や大阪では、重症者に占める20代から50代の若年層の割合が高くなっております。若い世代での感染を抑制することで、リスクの高い高齢者への波及を防ぐことが重要です。一人一人が意識を持って行動し、マスク、手洗い、3密の回避という基本的な予防策を徹底するよう、改めてお願いを申し上げます。長引く感染対策の決め手となるのがワクチンです。昨年来、世界の国々では、いわゆるロックダウンを含めた、分かった、言ってることは。なんか百貨店休業って話があるんだけど、なんかやるって言ってたもんな。ここに立ってる、と言いかけてる。皆さんこんにちは、そしてこんばんは、及川理沙です。今日のテーマは、親中派を一掃ということで、ゴールデンウィークの最中に私は東京で行った街頭演説の模様をお送りいたします。ぜひお付き合いください。いつもとちょっと手法が違ってですね、5月4日、東京の JR 立川駅の前で行った、私の街頭演説、約20分ほどなんですが、それをお送りしようと思います。あんまり出来のいい街頭演説は正直なかったので、このチャンネルでアップする予定はなかったんですけど、ただ来ている方が映像を撮られていて、でその映像がすでに、2人ぐらいの方から YouTube 上にアップされてたので、でまあ、それは、まあ、私の Twitter でもご紹介したんですけど、リツイートしてご紹介したんですけど、まあ、このチャンネルではもうフルの映像をもう出そうということにしました。で、その前にですね、2点、今日起きた国際情勢で、これはどうしてもちょっと早めにお伝えしなきゃいけないということで、詳しくは入りませんけど、この2点です。香港の民主化リーダー、ジョシュア・ウォンに今日追加の有罪判決が出ました。もう1点はアリゾナ州の大統領選挙の最終形、これが行われているということで、これに問題が今発生しています。州務長官、アリゾナ州の州務長官が介入してきました。この2点です。まず、ジョシュア・ウォンですが、現在服役中で 13.5 ヶ月の、服役中なんですが、さらにそれに加えてですね、10ヶ月の、禁錮刑というのが決まりました。で、それ理由は何かというと、昨年の6月4日、天安門大虐殺の日ですね。この天安門の大虐殺で亡くなられた方々をの魂を慰霊するキャンドルの慰霊祭、このろうそくの慰霊祭が毎年行われてるんですけど、昨年も行われて、それにジョシュアが参加した、その罪です。で、なんでそれが罪になるのか、まあ一つは、昨年の場合はパンデミックがすでに起きていたということで、このキャンドルの慰霊祭っていうのは、そのパンデミックにおける、規制、この規制を破ったんだということで、それに参加したらということなんですが、それで10ヶ月ということなんですね。これ30数年前に、天安門事件で亡くなられた中国の若者たちの魂を癒すためにキャンドルを持って一晩みんなで祈るっていう、徹夜で祈るっていう、そういう会なんです。魂のために祈りをすることがどうして罪になるのか、まあ、こんなことを許してはいけないというふうに思うんですが、まあ、これはまず1点です。それからアメリカ大統領選挙の票の数え直しということで、アリゾナ州がこれを行っています。でこれに世界の注目がすごく集まっている。でそんな中で、これ数え直されたら困るんじゃないかという勢力が盛んに抵抗を続けていて、その抵抗を振り切ってここまで来たんですが、また抵抗が来ました。それがアリゾナ州の州務長官からの介入です。その介入の中身っていうのは、この票の数え直しの中で郵便投票だけは数え直しの対象に入れないっていうことが意味が分からない。郵便投票がその不正の一番の温床だと言われていたのに、その郵便投票を入れないと、
いうことになってしまったと、これがどうか結果に影響するかわかりません。さらにはですね、この投票用紙のチェックをしてですね、この投票用紙にこの、不正の問題が出始めた頃に透かしが入ってるっていう話ですね。透かしが入ってるっていう。で、この透かし、英語で、ウォーターマークって言うんですけど、このウォーターマークが入ってるかどうか、これを、UV の光を当てて検査してるんですね。検査してる。でそれについても何か介入が入ってるみたいなんですね。で、この透かしに関しては、この私のチャンネルとか、メールで直接私のところに随分質問というか問い合わせがあったんですけど、それは、なんか透かしが入ってるということが判明したらしいですねっていう、それどうなんですかっていうのが来たんですが、判明はしてません。まだ最終形中で、一切結果に関してのことは発表されてないです。最後に全部発表されることになっているので、ただその透かしウォーターマークが入ってるかどうかっていう検査はしてるのは確か、ただ入ってるって分かったかどうかっていうのはまだ一切分かりません。なんかそういう話が出てるらしいですね。透かしが判明したみたいな、これはフェイクニュースだと思います。ということで、でこの件に関しては、この最終形の件に関しては、YouTuber のカナダ人ニュースさんが詳しいです。もうカナダ人ニュースさんがこういうことを細かく丁寧に拾って動画にしてくれてるので、私もいつも見させてもらってるんですけど、カナダ人ニュースさんの動画ぜひ見てください。この件に関して URL を概要欄に貼っておきますので、で、私自身の街頭演説親中派を一掃ということで、もしよろしかったら見てください。ではどうぞ。まさかこんなにくらいお二人が来るって、どうもゴールデンウィークのさなか、こんな天気のいい日に、この立川に演歌を2人で来ていただきました。ありがとうございます。大川さんでございます。皆さんどうもありがとうございます。おそらく、ここにいらっしゃる方々は、多分私も YouTube を、ご覧になっていただいたりしているかと思うんですけど、本当に毎回、拙い内容なんですが、毎日上げてきたら大きな準備ができるようになって、本当にありがたいと思っております。で、今日は、ちょっと YouTube とは違った形で、街頭演説ということでお話をさせていただきたい。いつも国際情勢専門のチャンネルをやってるんですが、今日は国際情勢の観点からこの日本の国の今の現状について思うところを正直に言わせていただきたいと思っています。結論的に言うと、今この国を支配しているのは親中派という人たちです。この親中派をもう一掃しなければいけない。これを強く思っています。おそらくそのことを思っている人はこの国に何人もいると思うんですが、しかしこの国の支配者が信者なんです。それを変えるためにはある種の革命を起こさないといけない。それが今の我々の状況です。今ですね、国際政治の観点から言うと、世界最大の問題は中国共産党をどうやって終わらせるかなんです。この中国共産党はもうこの世界にとって外以外の何者でもない。菅ちゃん、中国共産党の名前になっているので延長するんですよ。中国共産党とは政党のように聞こえます。共産党という名前なので共産主義を掲げているように聞こえます。しかし全部違います。中国共産党と正しく異なる定義をするとしたら、中国共産党とはこんな大きな名前ということじゃないですか。菅ちゃんなんです。国際犯罪組織です。延長。それで拍手してもらったら、いいのか悪いか、結構笑ってるんですけど、中国共産党は犯罪者の集団です。やってることは、人殺し、騙し、窃盗、そして人類への罪です。これは国際社会がもう気がつきました。あとは、この巨大な犯罪組織をどうやって終わらせるかです。この話をうちの若でやるつもりだわ。今世界の数勢はそっちの方に動き始めました。なるほど。きっかけはトランプ大統領でした。バイデンさんになってちょっとどうかなという、ちょっと懸念は残るんですが、しかしアメリカの政府自体は変わっていません。アメリカの国務省、そして防衛をしている国防総省は明らかに中国共産党を敵国として見ています。 EU もそうです。そして今一番中国に対して敵対的になっているのがイギリスとオーストラリアです。この2カ国はもう明らかに中国に対して戦う姿勢を取っています。ファイティングポーズを取っているのがイギリスとオーストラリアです。オーストラリアの隣にニュージーランドという国があって、このニュージーランドは今女性 の首相がいらっしゃるんですけど、この方がちょっと中国に
あの弱腰だなってことで批判を受けていましたが、3日ぐらい前に変わりました。ニュージーランドの首相も中国に対してファイティングノートを取ることになりました。あと世界で残っているのは日本だけです。日本だけが中国に対しては戦う姿勢は一切取っていません。この理由はこの日本の政治を知っているのが親中派なんです。親中派という人だけです。私の友人に長年日本の政界永田町で仕事をする人がいます。この人が先日私に言っていました。及川さん、今の日本の政界にはいろんな政党があるように見えて種類は多種しかないんです。親中派と元親中派、いつですかね。この2種類しかいないんだ。政党の名前は違うかもしれないけど、中身はこの2つだけだと。配信始めますね。では、あ、もういいな、始めます。やめる人が低い。しかし、今この国を見てくるのは、今から現役の親中派です。ここと戦わなきゃいけない時が今だと思う。スカイプ上げるっていうのは、というのは世界で今どんどん向かっているのに、日本が、日本だけが仕組みがよく分かってない。擁護する側となっていて、この国に未来はないから。頑張ってください。なぜならば、何分中国共産党は必ず終わります。スカイプ待ってればいいのかな。中国共産党の終わりは 100% 決定率です。あとそれが、いつをどういう形で終わるかです。世界を敵に回して、いくら中国共産党でも生き残ることはもうできません。スカイプって立ち上げたのがいい。おそらくそのことは、内部の頭のいい共産党の幹部は分かっているんじゃないかと思います。着信は、しかし、あ、電話みたいに配って野望を捨ててません。世界を制覇するという野望を。その延命に手を貸しているのがこの国の政治家です。特に与党の自民党と、そして公明党です。考え方というのはいろいろあっていいと思うんです。民主主義の国なので。この国の考え方の中で一番中心的なのは、国の防衛はアメリカに頼む。経済は中国に頼る。これがこの国の政治家が長年やってきたことです。国家の防衛はもうアメリカに任せればいいんだ。だからこの国中に在日米軍の基地がたくさんあります。アメリカはどここの国のどこにでも好きに基地を作れることになっています。それが日米地位協定という約束です。なので昨日は憲法記念日でしたけど、多くの政党が憲法改正とかというのを言います。私が所属しているコープですけれども、憲法改正ということを言っていますが、憲法改正はできません。なぜならば、日米安保、そして日米地位協定で、この国の防衛はアメリカに頼むって決まったということです。これを決めたのは吉田茂でした。私の父は、及川県と本県がありまして、東北の岩手の水沢といいますが、私の先祖、本家の出身地です。私の父はこの岩手県水沢出身でした。スカイプ立ち上げておいた方がいいんじゃない。水沢出身の大物政治家というのが今政界にいる小田一郎さんです。この小田一郎さんも2世議員、お父さんの現役の議員で、でそれは出身で、小田一郎さんのお父さんが小田千一という昔の大臣でした。この人が吉田茂の、まあ、部下だったんですね。吉田茂内閣に行った大臣が小田一郎のお父さん、小田佐伯先生です。私の父はこの小田佐伯先生の第一秘書をやっていました。なので、まあ、小田家とは実はちょっと縁がありまして、この前あるパーティーで小田一郎さんにお会いしたんですけど、その時に実は、私の父は及川隆夫ですけど、及川隆夫の息子ですって言ったら、あの隆夫さんの息子さんかって言われたんですけど、よく覚えてました。その私の父が仕えていた小沢大臣の時の首相が吉田茂。吉田茂がこの国の方向性を決めました。この国の防衛はアメリカに任せておけばいいんだと。日本は商売にだけ邁進すればいいんだと。なので、その証が憲法9条です。この根本を変えない限り、憲法9条改正はありえない。吉田茂だけが決めたわけじゃないんだよ。今、憲法9条改正の、まあ、与党の政治家も一部言ったり、いろんな人が言ったり、幸福実現党の人も言ったり、みんな言ってますけど、これ言わされてるだけです。ある種のガス抜きです。憲法改正ということによって、憲法改正を望んでいる人たちのガス抜きをしてるだけで、実際には憲法改正、ほぼできません。これを改正するには、もっと根本的なところを変えなきゃいけないです。それは、どっかの国に頼るっていうのはもうダ
生活が遅れてそこそこ幸せになれる。これがこの国が戦後70年以上やってきた政治です。そしてそれに我々はあまりにも慣らされている。いやそんなことないっていうふうに私も思うんですが、実は誰かに頼ることに慣らされすぎている。いやこれは私の個人的な見方ですけど、1945年戦争で負けた後この国を支配したのが GHQ、 その GHQ の中にいた共産主義者たちが行った日本占領政策というのはこの国の国民を洗脳することでした。社会主義という考え方を洗脳する。社会主義という考え方は何かというと、簡単に言えば全て誰かに頼るということです。自分で自立はしない、政府だとか外国の大きな国に頼ってればいいんだと、その代わり言うことを 100% 聞く、これが社会主義です。この社会主義の洗脳を我々戦後世代の日本人は全員受けてきました。この洗脳を、自分の洗脳された洗脳を解かないと憲法変えられないですよ。中国出ていかないといけない。日本の経団連、日本の経済界は YouTube で、そこらの YouTuber は私も、そこらの YouTuber がウイグルでジェノサイトを行っているとか何とか言ったって全く変えてるから、まあ言わせてるだけですよ。私は言わされてるだけです。それで国民のガス抜きさせられてるだけで、彼らはますます中国とのビジネスに邁進しています。なぜか、コロナになってしまったらもう中国との商売しか経済的な道はないというふうにみんな思ってるんです。中国が人権問題があるから中国と手を蹴って言って、日本の産業界はじゃあどこにどうやっていくんですかというふうにみんな思ってる。しかしそれはやろうと思ったらできるんですよ。だって米ソ冷戦時代に日本は西側でした、アメリカの側でした。米ソ冷戦時代にソ連っていう巨大な国がありましたけど、ソ連とビジネスやってた西側の国はありません。完全にソ連とは切っていた。今米中冷戦ですが、米ソ冷戦と全然違う。それはアメリカの側も日本の側もドイツとかヨーロッパの側もみんな中国と商売やってる。だから儲かってるわけです。安くそれ全然冷静になってない。企業さんが、しかし、恐らく日本の正体なんじゃないかな。パリと共産主義圏とは手を切っていたのと同じように、今やるべきのは、てて中国共産党とは、なおちゃんの手を切るってこと。パッなぜならば、私あのパッドはニコ生入れない。国際犯罪組織からです。え？国際犯罪組織を儲かるからといって、商売やり続けますか？してないんだけど、多くの人を殺してる人たちと、してない。儲かるからといって、あ、してた。ビジネスやり続けますよ。なんかそんなものは、商売どもにも踊る。ここにもう一台置いて。そこまでして金儲けしたいっていうふうに、今の日本人は本気で思ってるんでしょうか。そうではなくて、うちの放送やめないといけないじゃん。今こそ、悪いものは悪いと、はっきり言うべきだって。やめない。中国共産党、この国際社会から、葬り去るべきであります。どうやって応援するのかわかんない。そのためにはどこから始めなきゃいけないかというと、敵は自らの内になります。私たち日本人の持っている、戦争されているこの依存地、何かに依存している、大きなものに依存している、そういうものを捨て去って自立しなければ。日本は GHQ に数年間戦争されましたけど、その後独立しました。主権を取り戻しました。と言われている。本当でしょうか。ゴールデンウィークの直前、4月28日は主権が取り戻した日、主権回復の日だと言われています。本当に今私たちは主権を取り戻したんでしょうか。別の見方をすると、主権を取り戻して以来70数年ずっとアメリカの属国を続けているんじゃないかと思うんです。同時に今中国の属国にもなろうとしている。そしてそれが私たちの幸福の道だと思っている。この考え方を変えなきゃいけない。みんなでもう頼るのはやめよう。私は、アメリカの会社に勤めたりしてたんで、アメリカかぶれにいられるんですけど、別にアメリカ大好きな人ではありません。私が好きなのは日本です。だから日本を独立させたい。アメリカから、アメリカの従属国をもうやめたい。そしてましてや中国共産党の従属国にはなりたくない。それを防ぐためには、私たちの精神力です。この心
心を変える必要があると思うんです。そのための訴えを私はこれからやっていきたいと思っています。今日この立川でこういう街頭演説の機会をいただいたのは、まあその第一歩になるかと思うので、まあ、こうやってちょっと威勢のいいことを言ってしまった以上、やり続けて何らかの成果を出したいと思っています。今日私がこの街頭演説で皆様と共有したかったメッセージはこのことです。真の独立を、日本はまだ独立国になっていない、日本に真の独立を、中国の属国には絶対にならない、ましていやアメリカの属国、これは脱却する。そうなった時に日本人の持っている本当の力が出てくると思います。その時には日本が日本を守るだけではなくて、少なくともアジアを守る。今日本から守ってもらいたいという切実な声を上げているのは台湾です、香港の人たちです、ウイグルの人たちです、チベットの人たちです、内モンゴルの人たちです、そして中国の普通の庶民たちです。彼らは日本から何とかしてもらいたいと思います。アメリカが守ってくれるわけないので、台湾はこのままでいくと中国の属国になります。その理由はなぜかというと、日本と全く同じだからです。私は航空の科学の仕事で台湾に長期滞在したことがありました。台湾のいろんな人と会ってきました。その時に分かったんです、日本と一緒だなって。防衛は日本、アメリカとか日本に頼る、経済は中国に頼る、これが台湾ですよ。それで台湾は2300万人の航空をなんとか行ってる、日本とそっくりなんです。しかし今台湾でどんな議論が起きているか、台湾のメディアの中で見ている議論が、防衛はアメリカ、日本、経済は中国、こういう両天秤にかけることがもうできなくなっている。なぜかアメリカと中国が対立するようになっている。国際社会が変わって、その影響を一番受けているのが台湾の水だから、彼らは気がついた。そっちかを選ぶしかないんですよ。アメリカを選ぶのか、出た、それとも出ない、今の声がしなかった、それとも真の独立をするのか。私は台湾、私6人できないのか、今頑張ってるけど、台湾の中にも親中派がいっぱいいるんです。でもその人たちを何とか駆逐して本当の意味での台湾独立、なんか声が聞こえる、そんな時にこの国はそういうの、でもそれと全く同じなんですよ。今の私たちの日本が、もうアメリカに頼るのも中国に頼るのもやめて、日本こそ独立する、そのことを日本全体に訴えていきたいと思っておりまして、今日ここにまた来ていただいて、皆さんどうもありがとうございました。一人でやってるのかな、ちょっとツイッターで予告しましたけど、私も本を持ってサインさせていただきましたので、この後、ちょっと並んでいただければと思います。皆さん、短い回線になりましたが、ご清聴誠にありがとうございました。できない。なんで？できない。ログインできるかも。できた。でもコメント入ったんじゃん。ただこれって何？ URL でしょ。1時間ぐらいあったら多分いいです。
ハウリング起こすんだよ、ここでやったら。このスピーカーでっかいと思ったらいい。こちら、指紋がもうカサカサしてる。みんなやってんのかな、こうやって。どうやって消すの、あれすかも消えない。私の指がダメなのかな。出たことない指が。水つけたら反応しなくなっちゃった。DJ だ。DJ 滝雄です。スカイプまたはディスコード上げました。入りたい方、チャットで書いてください。だって、チャットで書くってこと。やり方が分かんないんだよね。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。支援設定
泊まる場合は低温設定をおすすめしますよ。低温設定一瞬出てきたんだけど。泊まったの、うん、よく固まるの。なんだっけ、再読み込みみたいなやつがない、リロード画面をチェンジした。この丸が出てる、これはリロード、再読み込み。止まったりしたらそれを押すと再読み込みする。すいません、忙しいのでお時間ですけど。あ、そうです、あ、いいですか、させてみたいですか。すごい、よろしいですか。そもそも五輪選考もできてない競技はあるので、そうですね。あれ、そうなんですか。すいません、ちょっとこの放送車のこの…いつもほんとこんな感じでちょっと始めてるんですけど、急にこのなっちゃったけど、すいません、ミトモの AGS 接種疾患がある人にワクチンがいいのかな。メーカーのここまでいろいろ行くと、そこに世界中の選手が動いてるね。野々村さんは今、放送作家がやってるんですか。放送作家が一応やってるんですけど、でも見ながらやるってことを思ってに、ワクチン打てないから採用見込みをした。政治が好きな人一人が来日しました。看護師の会長をぼったくり、ダウン者と批判してるし、ちょっと何言ってるかも伝わる感じで。10何もいい。
芸人やるのってさ、どうなの、どんな本物なのか。でもそれ芸人やるって言ったらもう後半やから、後半もバリバリ反抗期で終わって、でなんかもうこの子どないなんやぐらいの、そんな時強めの反抗期来たんで。そう、何歳までですか。中学から高校とかですかね。ちょっと聞いたんですけど、ヤンキーの方が、まあヤンキーではないけど強めの反抗期。エリートスタートだったら、そんな皆さんに
ぱり最初は舐めて入ったところがあったんでしょうね。で、自分なりに実際作ってみて初めて中入ってから始めて作って、周りの人はある程度学校とかで文化祭とかで漫才やってきたとかちょっとあるんですよね、経験が。でも私らは何もなかったから入ってみてやってみて、これ全然うまくいかないみたいなのがやっぱあって、これ思ってやらんと、1から10年ぐらい思わないと、ほんまできへんなって、徐々に分かっていく感じです。それを、やめたいと思わなかったのも、のめり込んでいかったですかね。でも、途中で慣れましたな、何回か、私は。やめたいと思わなかったんですけど、最終的には、私が一番こう、ぐっとやっぱ、モチベーション上がった時に、今度、相方のモチベーションと、いろんな、理由があって、その事情とかもあって、やめたらやめようって言って、でそこで、練習はもう、やめたくない、今やめたくない、やっとこから、自分はちょっと遅かったですね、みたいな、みたいな、ここに出す、出し方っていうのが分からなかったけど、ずっと、こうなってそうっていう時に、言われて、練習はやめたくない、やっぱり、頑張りたい、でも、ここは、どうしても恨むからな、恨むからな、もうそれで止まへんし、その練習はめっちゃ悔しいからなって、多分もう悔しい思いも全部背負って自分は生きてるからごめんって言うから、もうそんなやばいからしゃあないなって、でもそれが意味やから、もう本気かどうかも分かるし、もうそうやってやめようって解散して、今でも全然やっぱり会社にも一応ピン芸人だったら新しい相方見つけたとかっていろいろ言っていただいたんですけど、でもその私は僕までの同期がその子と一緒にずっと仕事したいやったから、それがないんやったらもう別にやるみたいな、これはそうしたら本当にそうになってたんですけど、できないなと思って、他の人といろいろ考えても、なのでやめますって言ってそれやったら、で作家としてじゃ残ったらって言われて、それも自分が作ったやつで人が笑い取ってるのを見て、なんか嬉しい気持ちにその時慣れしたいかなんで、できないですって言っても普通のも OL になりたかったからありまして、そういう経験が多かったので、そういう一般職にしたいとやりたいって言って、もうやめたらやめて、普通に本当に芸人はすっかり空いてるんですね。そうなんですよ。一回終わるな。映画系の小っちゃい会社のコピーとかするんですけど、コピーも全部したことないから、今までそういう芸人やったら、社員の人がやってくれたりとか、全部してくれてたから、コピー取ってきてとかって言われて、そのままこういうのが、ちゃんと提供してたりする。Yeah.
ちりとりと大きな遠くにあって、社長がなんか掃除しはるちりとりをすぐ近くにあったから、その社長のなんか掃除するようなちりとりがあって、コンクリートの方向からあって、ペーンって飛ばした。これがちりとり見られてて、そこらへんとか、そういうのがついてて、なんかどんどん駅に燃えるみたいな。仕事かどうかまあ分からない。でもコピーも取らないし、そういうのがあって、なんか雑用をあの走りみたいな感じでよくジュース買ってきて、水買ってきてとか、そういう買い物かかり、車に。これでだんだんなんか OL ってこれで持てるのかなって、なんか自分が持ってたらドラマの OL と全然違うやん。なんかいい話だった、ね、お母さんに説明してたね、スニー不動産について売却の話、当時って割と意味分かった、分かったって、もう分かってくれたんだよ、ちょうどいい位置に貼ってあるお菓子の担いだ、いまいち分かってんだか分かってないんだか分かってるみたいだけど、会いたい人を探すっていうことを頼む、そう一緒のライブ出てたから芸人の時にまだそれだけだよ、そういうところをたくさん見つけて声かけて、それででも付き合わなかったですけど、まだそんなに知らなかったし、でもあのいろいろこう話したりしてるうちに、こうやなっていう、
春麗君の相方っていうことで、こいつで失敗すると春麗君も友達になると思ったから、もうだから集中せよ。一応健太のことをすごくこう自分でかかってくるじゃないですか、そうしたら。だから言わないのは 言わないとしょうがない、言いたくないけどっていうことですね。結婚してから加速しますね。ネタはすごいさ、考えてるんですか。ネタはオーリー君が考えてるんで、だからお前はどんな集中したお前はね、そうですね、才能がめちゃくちゃあるんですよ。だってそう思って、だってエリートですもんね、ロッチョっていうと。エリートですぐ売れました。四季王様で絶対東京でも売れるんだろうなみたいな平気を多分こう持ってたと思うんですけど、それは女性が出してるから、毎日女性の女の子に持っていいんやけど、それを、まあ、入れなかったらいいんですよ、とかって思ったらいいけど、なんでお前もらっていないねとかっていうのを怒っていたら、それに真剣に怒ってるのをたまたま怒っていく場合流れてから、具体的に外国に入る人たちが、本当、めっちゃ売れてますもんね。お前のハマにも合うようなこと。
最後の日にあの場で入れたっていうことはすごく大事なんですね。
感じだった。最後の日が失敗ばっかりしたんですよ、仕事として。あ、そうだね。別に出し物もそんなないじゃないですか。まだまだスターの日に育ってるけど、普通にぼーっと、ぼーっとドラマが感動して終わりましたね、最後の日は。そういうの、打ち上げね。あ、そう、確かに。あんな見たことない、テレビ業界でもないかな。いや、大体さ、ちょっとバブルのなんか残りがっていうか、なんですね。ヤス君のパソコンにメール送ったんだけど、なんかあった？明日のズームの前に資料を書かなきゃいけなくて、これだとできなくて、エスコのパソコンで入力したいんだけど、それそれはね、どっちも。そこちゃん長いね。1時間何分とかあったよ。あらほ。じゃあここで対処しますと、頑張ってください。まあ大丈夫なのかな。私もダメなの。突然。なんか入れたりするかな。コメント入れられない。なんで？これ出ちゃって。メールアドレス登録。コーヒーごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。スーパー送りますんで、よろしくお願いします。順次さんにもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、失礼します。これ二丁拳銃ってあんま見ないけど、こっちの嫁の方がよく出てるんじゃないの。この人面白いね。うん、二丁拳銃嫁。そういうことで終わりますか。キンマンさん頑張ってくださいね。キンマンさんじゃないって言ったの。滝尾さん。あ、滝尾さん。滝尾さん頑張ってください。そんなこと言って、ちょっとなんか不動産絡みでなんかしないといけないみたいなんで。それでは、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。また明日朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。お先も。